こんにちは、こんばんは、やさむりです。今回は大黒天に行きたいと思います。で、フレンドが、ロイゼン。ロイゼンをね、そんなに使ったことなかったので、ちょっとやってみようかなと思います。まあ、初手は貫通だから、本当だったらね、上に行きたいんですけど、ロイゼがね、この意外と、なんだっけ、グリーンピースっていうんだっけが、まあ、グリーンピースじゃないと思うんだけどグリーンピースがね、意外と強いんだよね。よいしょ。だからロイゼ艦隊でも行けるとか行けないとか、本当にグリーンピースが勝手に倒してくれるから、これ当たっちゃうかな。これは入らなそうだね。こう行こう。OK。 でロイゼはね、持ってたはずなんだけど、なんかわかんないけどいないんだよね。だからロイゼの大冒険行っちゃってそう、だから突然ね、いなくなっちゃってるんだけど、いや、いたはずなんだけどね。ちょっとだから戻ってきてくれないかなと思ってるんだけど、今日この頃なんだけど、横にするか。まあ少し、まあ溜めなくても大丈夫だけど、まあでも溜められたら、まあでも突破しよう、突破しちゃおう。よいしょ。強い。とりあえずリン2とロイゼは両方とも強いよね。リン2はまあ特化って感じ、特化してるって感じだけど、ナイスガイド。こうか。ガイドもね、ちょっと画面がずれてたので、ここからもう一度やっていきたいと思います。これは弁慶当てれば倒しそうだから、ちょっと自由に動く感じで。さっきちなみに弁慶がね、お面通り抜けて左に行きました右に行くかなと思ったんだけど、これはグリーンピースが、グリーンピース、あ、強っ。これさてはグリーンピース強いですな。これ本当に巷で有名、本当に強い。ね、よいしょ。ちょっと弁慶の位置が悪いかなっていうだけだけど、お、いいね、その位置はいい。あれ、いいんだよね、いい位置でね。 OKOKOK、 ちょっと逃げましょう。お、風が強いな。逃げます。最近またなんだろう、ナイスグリーンピース。あったかくなったり、でもちょっと寒くなったりするよね。だから、ほら、上着とか着てないと、まあ、いけるっしょで薄着してると、なんかね、肌寒かったりするけれど、右は、マリシに任せて、OK、これ倒せるね。砂時計、いいわ、別に取っていいか。グリーンピース。グリーンピースも意外と弱点とかに当たってると意外とゴリゴリ削るんだよね。え、でもグリーンピースって副友情でしょ。まあグリーングリーンピースではないんだけど、これなんて言うんだろう。あ、あれ倒してない。まあでも大丈夫です、大丈夫です。グリーンピースが倒してくれるんで。グリーンピースって大丈夫？グリーンピースが倒して、オッケー、今落雷かな？まあまあまあいいでしょう。危ない。でもね、これはね、マリシーがね、回復を持ってるから結構ね、ありがたいんだよね、その回復 S か。だね、回復ですね。結構ね、ありがたい。ロイゼ当てていきましょう。ナイスナイスロイゼ。でクロスレーザーで、で右上には痛くないんで、よし、まあ、ちょっと右上感はあるけれど、オッケーだね。いや、今のところはロイで強い。今のところは強い。
ちょっと危ないけど、これは入れるね。 OK。 で拡散弾で、多分右上は倒せると思うから、アビロ食らいたくないっていう動きで、おお、アビロだけはやめてください。これアビロがねかなりえげつないから、ちょっとこれは早めに打っとこう。ストライクショット、闇を照らす光。あ、ワープ入った。あー今ワープ避けれるかなと思ったんだけどな。まあでもいいでしょう。マリシで入れるから、行け。よし、ナイスナイスナイス。まあ早めに使っておけばね、つくよみもたまり直すと思うんで。グリーンピース、よし、いいぞ。ロイゼの SS が拡散弾まき散らしだったような気がするんですが、弱点が足だったような気がするんだよね。おお、ナイスナイス、ロイゼ。いや、今のところはね、ロイゼかなりいい、自分には合ってる。なんだろう、強くてもあのなんか自分に合う合わないとかあると思うんだけど、例えばまあシナラゼロでリン2は合わないなっていう人もまあいると思うし、あれ、これ弁慶またワンパンいけるんじゃない、これ攻撃アップ持ってるし。この間ね、1000万ぐらいのダメージね与えた動画を出したんですが、地味にやろうか、地味にやります。あ、ちょっと上に上がってきちゃった。あーと、ちょっとずれちゃったか今。大丈夫、つくよみで下げるから。つくよみで下げます。まあこれもちょっと危ないんだけどね、最初下には痛くないから。あー、つくよみがつくよみが下がっちゃった。やっぱり今回は普通に戦いましょう。上にいたいと思います。ロイゼがだよね、倒したよね。まあ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 、1体ぐらいなら下にいても1万だったかな、だからまあ大丈夫。弁慶が逃げられるね、逃げられるね。よし、右行っても左行っても、弁慶どうした、これは弁慶どうした、これはちょっとよろしくないね。まあでもまあ良かったのが HP がほぼ満タンだったのと、この十字を食らわなかったやつだね。これあと5ターンは猶予あるから、これでよしよしよし。でとりあえず鬼を倒そう、鬼を倒そうね。よし、鬼を倒そうね。よいしょ、 OK。 強い、リン2じゃない、ロイゼ強いね本当に。で回復しながら、リン2、ロイゼ、じゃあロイゼ、 OKOK。 レーザーバリアがあるからそこ安心だね、お面はね。ちょい上がりでナイス、マルシー、これ結構いいかも。でね、自分ね、かけたくなっちゃうんですよね、こうやってやりたくなっちゃうんですよ。これ上からやればね、もう大丈夫なはずなんだよ。オッケーオッケー。あ、待って、お面が死んでる。
お面が死んでる。これグリーンピースが刺さっちゃうのかな、お面に。よし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 、お、いいね。結構怒ってるけれど、そんなの知りません。左にいたいか、これぐらい。よし、いいんじゃねえか。画面がちょっと重いかな。大丈夫かな。 OKOK、 大丈夫でしょう。本当に申し訳ございません。結構ね、ちょっと飛び飛びになっちゃったんですが、エラーがねちょっと発生しちゃって。やっていきましょう。これ多分お面は倒さないでしょう。お面結構硬いからね。 OK、 いいよいいよ。攻めよう攻めよう。結構ね、攻める心もないとなんか負けるイメージがある、あ、大黒天はね。いいよ。でここってさ、はまれ、ビシヌが左に来ないとはまれないのかな。これあんまりはまるとかっていうのはそんなにはしないんですけど。ほう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 、ビシヌが来るとはまれるのか。でもねこれね、やらないとね死ぬんだよね多分。いつもしない戦い方だけど。いいよ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 。あ、でも意外と逃げてるこれ。意外と逃げよう。やっぱり逃げます。さよなら。よし、いいよ。でマルチスーパー盾回復。オッケー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 。ちょっと攻撃ちょっと攻撃、これならおそらく大丈夫じゃないかな。ちょっとだけ食らう。よしよしよし、殺します。いやー、やっぱり、お、ビリビリ来た。ビリ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 来ました。大黒天やっぱ面白いわ。難しいクエストだけどね、自分普通に負けちゃうし。ちなみにお面が危ないです。抜け、よーし、 OK。 抗いませんよ、一緒に戦いましょうとか言っちゃってね。とか言っちゃって、とりあえず初手は、定石の動き方をして、弁慶だから弁慶はこういきます。左にはまってくれたらいいなって感じで。よし、 OK。 攻撃力ダウン食らうけど、まあでも最初食らってもまあ別に良きかなと。よし、いいぞいいぞ。で大黒天フリフリダンスが次来るんで、で下でしょう。 OK、 いいんじゃない。あと3ターン、これみんな上に行っちゃったらもう事故るからね。とりあえずここの3ターンは、静かにしておきます。大丈夫かな大丈夫かな。本当にたびたび申し訳ございません。かなりエラーに苦戦しております。今ロイゼの番ですが、ちょっとさっきね弁慶とかが上にいちゃって危なかったんだけど、とりあえずロイゼ下げてここから勝負していきましょう。もう本当にもう一打一打エラーが起きる感じで、ごめんなさい、大黒天のね、と遊んでる暇がないぐらいちょっと大変だったんですけど。月読みは取っとこう。
まだスピクリにはあるんで、怒った時用にね、一応ね。よし、これも弁慶でダメージはゴリゴリ削りたいと思うんで、よし、いいぞいいぞ。で、弁慶がそっちか。ちょっと待って待って待って、これでいきます。多分上は無理だと思うから、行け。本蔵氏にはいいよいいよ。で、怒っちゃうけども一応回復があるから、十字レーザーで次爆発でしょ。で、爆発は耐える、いや、ロイゼレ倒す。撒き散らせお前の魂を。我が一撃は勝利の証。いけ、おお、強い強い。一つ言えること、ロイズそんなにフレンドとかで湧かなかったんで使ってなかったんですけど、ロイズ本当に強い。これやばい、これはやばいわ。うわ、欲しい。ロイズは帰ってこないかな、大冒険から帰ってこないかな。ありがとうございます。ということで今回は北条と破壊の創生大黒天にフレンドがリンツーじゃなくてロイゼで挑戦しました。これはね、本当におすすめすぎるほどおすすめなので、フレンドで、持ってない方で、僕も持ってないんですけど、持ってない方でフレンドでロイゼが来た時はもう優先してね使っていいんじゃないのかなと思います。もうちょっと大黒天は、21分はかなり録画エラーと戦ってたんだなと思う数字ではあるんですが、もうちょっと大黒天回ってあと5、6体は撮りたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは、次の動画でお会いしましょう。